はい、こんにちは、あじみです。今回のテーマはですねえ、見えない努力を知ることで身につく大事な考え方、見えない努力ですねえ。自分の努力っていうのは当然自分が全て知っています。一方で他人の努力っていうのはほとんど知る機会がありません。そのため、え自分だけが苦労しているとか、認められていないという思いにとらわれることがあります。 他人を羨んだり妬んだり、機械や能力の不平等に不満を持ったりと、そうなれば精神的にも良くありません。やる気を失って自分の努力も放棄することになりかねないからですね。今回は前向きな気持ちでいるために他人の見えない努力の存在を知ることが有効であるということと、自分自身も見えない努力の価値を認識することが大切だという趣旨になります。目次はこんな感じになってますね。順番に進めていきます。 早速一つ目、自分だけがと不満に思う時という話をします。生きていればですね、不平不満を抱くこともありますけども、それはどんな時でしょうか様々な状況が考えられますけども、多い事例としては、自分は不当な苦労をしているとか、認められない損をしているという感覚に陥った時ではないでしょうか自分は努力しているのに、あいつは運がいいから、恵まれた環境にいて成果を出している、ずるいなとかですね。 これだけ努力しているのになぜそのプロセスを見て評価してくれないんだ不利な状況を押し付けられてもこんなに努力しているのだから周りはもっと感謝するべきだ気遣ってほしいとこんな思いになるときですねこういうの典型だと思います。 自分ではですね、はっきりとは気づかないんですけども、思考としては自分だけが不当に苦しい立場にいるという心境になっているはずなんですね。この考え方には、誰かが見てくれていると、しっかり評価してくれているはず、それが自分に何かしらの形で返ってくるという前提があります。そういう前提で考えてるんですね。 しかし、この考え方にこそ注意が必要です。世の中には誰からも気づかれない、評価されない努力、つまり見えない努力の方が圧倒的に多いという事実に気づくべきでしょう。そうすれば、不平不満ばかりを並べて、わざわざ自分の気持ちをマイナスの方向に触れさせるということは少なくなるはずです。はい、それを踏まえて次の項目。えー、誰かの努力で成り立っている当たり前という話ですね。 日常を少し考えるだけですね自分が恩恵を受けているのに見落としている他人の努力がたくさんあることに気づきますつまり見えないところで努力している人たちの存在にほとんど気づいていないということなんですね朝仕事のことや朝の会議のことを考えながら出勤する道中ですねきれいに掃除された道路があったとしたらそれは朝早くに掃除をしてくれた人がいるからですよね 乗っている電車の安全性を疑ったことがない人が多いと思いますけどもそれも夜間に人知れずレールの点検ですとか修理交換をしてくれている人がいるからですね忙しい日常でそこに思いをはせて感謝することはほとんどないのではないでしょうかもしくはもう当たり前のこととして認識されているということもあるかと思います また、ほとんどの人が通らないような山道とかでもですね、えー、整備された跡を見つけることができますけども、もうそこを通るわずかな人のために、えー、誰かが汗を流した証拠なんですよね、えー。こちらもほとんど誰も気づかない、その道の存在すら認識されていないことが多いというふうに考えられます。ここでなされている努力っていうのは、ほとんどの人から認められない、気づかれない存在になりやすいと言えるでしょう。それでも確実に必要で、誰かの日常を支えています。 他にも恩恵があるのに見逃している努力の例を挙げればキリがありませんねえ。つまり、社会を支える努力っていうのは、ほとんどが見えない努力によって構成されているというふうに考えられます。まあ、給料をもらってやっている仕事がほとんどだとは思いますけども、仕事でやっていたとしても、当然努力をしていることは認めてほしいというのは誰でも同じですよね。そのように、努力している人たちの存在があるということを考えれば、自分だけが不当な苦労をしているという思いになることはまずなくなるでしょう。 そしてそのような日常に対して感謝の気持ちも芽生えるきっかけになるのではないでしょうかはい、次の項目に行きましょう滅多に見られない一流の努力ですね 視点を少し変えます。世の中には自分のパフォーマンスが多くの人から注目されるような人も少数ですが存在しますね。有名人ですとか成功者、一流のプロスポーツ選手といった人たちです。まあ、このような人たちっていうのはですね、見られようと思えばいくらでも見せることができるんですね。見てほしいと思えばいくらでも見せられる。と思いますけども、見えないところで努力している人の方が圧倒的に多いように思います。評価のためだけに努力するんじゃなくて、自分が強く掲げる目標のために努力しています。そのため さわざわざ努力をアピールしたりですとかよく見られるための点数稼ぎをしたりするっていうインセンティブは、えー、相対的に極めて低くなるということが考えられます、えー、視野も広くなってさまざまな分野で、えー、すぐには効果としては現れないものに挑戦してみたりですとか、えー、知識を得ようと勉強を始めたりといった選択が普通にできます、えー、そのような人に対しては、えー、才能があって羨ましいねとか、えー、才能だけで勝負しているという声が上がることが多いと思います ただ天才っていう人はですねほとんど存在しませんよね、えー、大部分の一流と呼ばれている人は見えないところで想像を絶する努力をしているはずですイチローさんがそのように自身を振り返っている話は有名ですまあ野球の話に偏って申し訳ないですけども阪神やメジャーリーグでも活躍された新庄剛志さんなどもですねセンスの塊というふうに評されて努力をしないイメージがありますけども実際には見えない努力を続けてきたことを後になってご本人が語っています えまあ、新庄さんに限らずですね、努力を見せたくないという人の方が多いんじゃないかなというふうに思います。経営者にせよ、他の成功者にせよ、一流と言われている人は、今している努力を見てほしい、認められたいという思いだけでやっている人は皆無と言ってよいでしょう。自分の使命や大きな目標を見据えて、信じられないくらいの見えない努力を続けている人たちであるというふうに認識しておくとよいでしょう。自分自身の努力の方向を見直す参考にもなるはずです。 はいえー、次ですね。えー、すぐに日の当たる努力ばかりを考えないということです。世の中には見えない努力、えー、あえて見せない努力が大半であることを認識すると、えー、考え方も変わってくると思います。まず、えー、自分ばかりが苦労しているという自分だけかという感覚から、えー、出しやすくなるでしょう。また、すぐに日の目を見るような努力ばかりを考えて良いのだろうかという問いも出てくるはずなんですね。認められたい前提で、えー、見える努力しかしないと本質を見誤る可能性が多くなります。 目の前の業績と自分の評価を求めて近視眼的な考えにとらわれてしまう経営トップもいるほどですね非常にこれは難しい選択であると思いますだから組織によっては社内政治ですとか忖度アピール技術が努力の対象として見なされている現状すらあるわけですねただ近視眼的な視点が良い結果をもたらさないことは周知の事実です見えない努力を標準装備とすることで気持ちが余計な方向に暴走することを防ぐ効果もありますね 見えない努力こそ本来の自分が持つべき生き方に直結するはずです今目の前で評価されなくても同時ない先を見据える力も同時に養うことができるでしょう はい。内容は以上になります。最後に少しまとめます。世の中には誰からも気づかれない、見えない努力の方が圧倒的に多いのが現実ですね。誰かのおかげで私たちの当たり前の日常が維持されていることも普段は気づくことは少ないでしょう。そういった努力の存在を考えれば自分だけが努力している、苦労をしているという思いになることはまずなくなるはずです。そして当たり前の日常に対して感謝の気持ちを意識するきっかけにもなります。 さらに一流の成功者やプロスポーツ選手ほど見えない努力をしているという傾向が強くあります他人からの評価や雑音に惑わされることなく自らの掲げる目標やあるべき自分像に向けてひたすら走り続けることで大きな成果を出しているというふうに言えるでしょう すぐに日の目を見る努力ばかりを考えるんじゃなくてですね見えない努力を続けている数えきれない人たちの存在を認識して自らも見えない努力を意識することが前向きな人生を歩む上で大切になるんじゃないでしょうか。はい、以上でですすね今回はこのあたたりり失礼いいししままごご視聴ありがとうございました